轟音とともに都市という居住が進み、空はネオンライトに照らされ、車のクラクションは夏虫の喧騒にとって変わって、たくさんのものがまとめて捨てられて引き潰されちゃった。あの人たちの人生はあんな結末を迎えるべきじゃなかったのに。感染者かどうかにかかわらず、私たちは新たな道を見つけないといけませんね。